ましたよ。寝るかと思ったけど起きてました。おはようございます。ちゅうちゅうさんありがとう。こんばんは。今日は2回目の配信。そうなんかレッスン、今日レッスンだったんですよ。青木地さんありがとうね。なんかさ広島優勝みたいなめっちゃトレンドにあったから何事かと思いましたよ。いけやほなんやねん。やっほー。敵会見返したら11知ってされてた。え、動画内の動画見せてや。くまさん、浜風さん、よしこっこくんさん、ゆうゆうさんありがとう。そうで、なんか今日 X を何か載せたいなって思ってて、普通に載せようと思ったらトレンドにそうなんかあったっけ、ちょっと入れてみたけど大して意味ありませんでした。いつぐにバズレをつけ忘れました。ルースさん、フクさん、エケピーさん、ナオさんありがとう。こんばんは。カマンさんありがとう。あ、見てすごい髪の毛食べてます。ナクさんありがとう。いやなんかもうほんまに眠すぎてなんか寝たんですよ。帰ってからムカデかと思った。デカだった。山梨は渡辺さんが多い。そうだよ、山梨はなんか富士吉田とかの、あの富士山側の方は渡辺しかおらん。渡辺しかいない本当にガチで。それついにした。お、じゃあちょっと見よう。寝る期間ある。やっぱり寝てて起こされた。もくもくありがとう。シミサラのスタイン会、シミサラさんの文で言われると、そうなっちゃんさんだから山梨県民説。レッスンだった今日。めっちゃ久しぶりにレッスンした。疲れましたよ今日も。本当にいっぱい踊りました今日も。かずんさんありがとう。今日の飲み物コーヒー牛乳。デキンさんありがとう。こんばんは。コーヒー牛乳を飲む会です。渡辺しかないよ。レッスンアイドルをやってる感。レッスンはでもみんなすっぴんで、なんて言うんだろう、だるすっぴんだるぎって感じだけど。イケピーさんありがとう。マックスコーヒーマックそう、レッスンさんが久しぶりに会いに来てくれて、そう最近ね会いに来てくれなかったかね。優勝したわね。だったって言われて悲しかった。言われちゃったの。いや分かる。お風呂上がりにいいよねこれ。お風呂に浸かりたいもん今日はね。お風呂に浸かるって決めてるんですよ。鍋さんありがとう。いや昔よ飲んでたからめっちゃ甘いよね。なんか多分体に悪い味がするもん。よしこっこくん、高菜さんありがとう。んいや奥田、奥田は奥田でも奥田いろはさんじゃないよ。死ぬ。乃木坂さんもグッセさんじゃないの。ゆいなさん優勝セール、確かにあったらちょっと乗っかっちゃおうかな。渡辺はそう、渡辺ってめっちゃ難しいね。鍋が体バキバキ人間だよ。マックさん結婚して、えちょっとできません。激甘コーヒーがある。ドンキにある。私コーヒーマジで飲めなくて苦手すぎて、まあ、苦くて飲めないよって感じなんだけど、これは飲める。もうさありがとう。こんな甘いもん。そう体に悪いものが一番美味しい。ユニャン今日は帰るの。うん、ユニャンとお風呂入るの。うん、うん、あれこんばんは。別人として生きるから。あそう別人として生きるのか。その3人目の私みたいなことで、ね、その幽体離脱的なことで、ね、死ぬ。ボスのカフェオレ豊中のひださん、ゆいさんありがとう。一緒に寝るの。うん、うん、
ラネさん結婚して契約違反なのでできないです。自分にとってのユイニャは何なの、そういうなんかアナザースカイみたいな質問来た。あなたにとってプロフェッショナルみたいな。そうだよ、ユイナは高校生だから深夜外出だから私が保護者責任を取らないといけない。スキームさんありがとう。やっほー。もう保護者なのでおじさん誘って無理ですよ、普通に考えてね。スキームさんありがとう。そう、情熱大陸みたいな。あなたにとってなんとかとは JK ね。コヒさん配信してた、ショールーム通知来てた。グッさん可愛いですよね。ユニさんありがとう。ユニは寝た？寝た。寝たわ。今一番会いたいアイドル？アイドルか。会いたい人だったらまあナナさんなんだけど、アイドルだもんね。今一番アイドル会いたいアイドル誰だろう？ズンちゃん。うわ会いたい。会いたい。会いたいねそれは。山根鈴葉さん、でも成田小日向さんにも会いたい。この2択かもしれない。誰だろう、私が会いたいアイドル。今会いたいアイドルね、うん、会いたい人間は奈々さんなんだけど、髪染めた？チェックかめてないよ多分。黒い服着てると余計茶色く見えるよ。そう、仕事の流儀 NHK かと思った。不良娘死ぬ、どっちも危ないけど。え、はにゃ、あそうだ、もうこの前の話の時多分おらんかったけどさ、この前僕隊来てくれたじゃないです か、 だからパパも僕隊見に来てたんですよ、私のパパが。そなんかあ赤いアフロをつけた人がいたぞって言ってた。こんなん一人しかおらんやんって思って、うん、おもろかった。ガーディアン旦那がいるから旦那はおかしいだろ。ジュンさんかわいい、ありがとう。そう寝てる。トンさんレインボースターありがとう。みちさんに会えた、会いたいね。私はもうみちさんのあの事件がもう忘れられなくて本当に悲しい。いつ思い出しても泣きそうになるぐらい悲しい。みちさんの卒業コンサートのあのみんななんかみちさんのドレス姿と写真撮る列並んでて、私もウキウキで並んでたのに、なんか目の前でお時間来ちゃって、しかもその一個前の人間は私、ありえないからあの時の気持ちをもうなんか文章化できるぐらい悲しかった。あんなにかわいそうな人いないと思った頑張って並んだのにって言ってそうなの、押し押し共演ってこと。ココアさんと連絡取ればズンちゃんさんに会える。ココアさんと連絡取れないもんだって。ココアさんてかなんかナナさんがさ、ユミリンさんが今出てる舞台、あもう終わったのかな、その湯を沸かすほどの熱い愛みたいな舞台にさ、ユミリンさんが出られて、それをね見に行かれて行ったよっていうブログを載せてて、そうなんか微笑ましいエピソード載ってて可愛かった。マヒナさん、マヒナさんは会いたいよ、そりゃクルさんも会いたいよ。リスガさんありがとう。すがすがしい DD、 そう髪茶色いんだよ。ヨネさんありがとう。死ぬ喜ぶかもしれない。髪ねの伸び伸び中です。 KTAK さんありがとう。そうファザー、ファザー身長高いよ。私ファザーの多分遺伝がね影響してる、この身長。ファザーは？ファザーは普通。ファザーは180ぐらい多分。いや分かんない、ね、縮んだとか縮んでないとか知らないですけど見つかってますから。ハバさんありがとう。えマジ悲しいよね、直前でそういうこと起きると。ねずんちゃんのサイン、ずんさんのサインと小島子さんのサインとみおりんさんのサインと横山いさんとみやおさんもやばい、最高すぎる。なんかもう多分私が普通に ST に入ってなかったら多分通常運転で多分オタクしてたから見に行ってたかもしれないと。
そう、悲しかった本当に。もう持ち太郎さん結婚して規約違反なんてできません。しかもなんか写真撮るためのスマホをそのマネージャーさんに渡したのに撮れなかったひなさんね、ひなさんに会いたいね。こんばんは、ひなさんに会いたい。どういうこと？自分の中で一番熱いアイドルはほひちゃん。え、でもなんか最近は、うん、でもその STU 以外でその会いたいアイドルさんいますかって言われたら、まあちょっとコーヒーさんかな。普通にくしゃみ出そうなんだよね。はい、失礼しました。アイスホーチードタイムズグッズも買った。ん、そういうことしてるから清水さんに言われちゃうんだよ。カレーを食べるかラーメンを食べるか悩んでます。え、マジで本当にいい案を教えてあげる。カレーヌードル、これしか勝たない。そう、トンさん、レンボスありがとう。いるんいる、経験してる。もう本当に悲しいよねそういうの。なんか私本当になんかそういうかわいそうなことが多くて、かわいそうな人生を歩んでる。かすみん声のトーン違うしな、やめてあげてください。思ってたけど今週瀬戸内行く。お、なぜこんばんは。めぐさんの卒業公演ね、そうだよね、おすすめって言っとったっけね。かなさんありがとう。大丸、今日は寝起きでさっきまで寝ました。誓いますみたいな宣誓をするってこと。撮り忘れた、撮って。じゃあ撮ったら見せてください私に。ゆいにゃんは今何してるの。イカ食べてる。いや、花子さんありがとう。うわ仕事こひちゃん似てる？似てないよ。似てますか？似てないですよ。同じ LINE で考えることが不可能。 NME さんの新曲リッチョさん、ジージーありがとう言ってないもん、バレるよ。そう、こういうことでしょ、バレるよ。そう、今日食べたんだよね、カレーカップ麺みたいなやつ。じゃあありがとう。天才でしょ。いちごに会いに行くからに決まってるやん。え嘘ですよね。初コンサートの時にもらったやつ。先生みたいなやつ。和則さん、レンボスさんありがとう。お疲れライスありがとう。身長追いつく、身長伸びてますから。身長伸び伸び人間ですから。でもなんかどうせならその70-170ぐらいいってほしいよね本当に。 ST の物販ツアー途中で売り切れた、その後の商品補充がない。そうなんだ。北沢のグッズみんな売り切れにしといてください。おすすめはあのペンライトのなんかキーホルダーみたいなやつ。あれ可愛すぎる、欲しい。普通、あれ可愛いもんね。普通に欲しくない？私も欲しい。2017年、めっちゃ昔、もう7年とかってこと。やば、イカ食べてイカしてる。確かにイカしてる。それは美味しいですか。美味しいです。顎がさ、ガクガクになりそう。他の子の名前書かれる。リュウキケン、結婚して契約違反、すいません。3箱目開けてるんだ。そうで開けてるよもう、うん、こんばんは徳島いないよな。徳島行きたかった。徳島行きたかったんだよ。え、本当にさ、え、なんかさ、この話したっけ、したかちょっと忘れてたんだけどさ、徳島で思い出したんだけどさ、あの山口公園の時にさ、なんかまひなさんのあのおじいちゃんとおばあちゃん
が見に来てらしたらしくて、なんか私そのグッズ販売のとこに立ったりしてたんですよ、3期はとかちゃんがらのとこに立ったりとかしてて、でなんかえちょ間違いだったら本当になんかちょっと気まずいんですけど、でも多分そうだと思うんだけど、そのまひなさんが X に載せられてたその顔を隠してる写真の服装で、えこの方々と私話したわって思って、そうあれがまひなさんのご家族の方だとは思わなかったびっくりした。えうんなんか多分そう、うんなんかいろんな年代の方がいあの見に来てくれださるんやなって思ったんよ、その話して、まさかのまさかのまさかのでびっくりした。今日のやつのストポスト、今日は猫なのに犬を着てるの。お疲れ様お疲れ様。クルさん、カレーにファミチキ乗せる天才、大発明だよ。えなんかファミチキ炊き込みご飯みたいな、あ違うわ、お茶漬けか、あれお茶漬け美味しいよ。お茶漬けかって言った、えなんて変な人ですね。ドライブするのいいね。かあ買ったの今日は、ユータリーズと金縛りをリピいいですよ、それはすごく。金縛りとは全然違うよ。高野さん、四国です。ありがとう。お話し会の時かがんでね。お話し会の時とかさ、ちょっとさ靴がさ高いの履いたりとかしとったらさ、なんかショールームログアウトしちゃった、最悪どうしよう。なんで大丈夫、いけるよ、まだ間に合う。あのもうまでログインしようとしたらなんか打ち込まなきゃいけなかった。打ち込んだらいいじゃん。マネージャーさんどうかログインして。観察、私観察日記つけてるんだよね、奥田結衣なの。背後イカ、もう顎が取れそうになるイカ食べるとでも美味しいよね。おしめんのふるさと、そう行きたい、徳島ツアーで行ったけどね。美味しいのがあるの、行きます。どうしよう、大丈夫だから打てばいいだけだでしょ。でパスワード今から言うね、うん、せーのあれいい匂いいるよ、できた、できた、うん、すぐできるやん。リーチェンさんありがとう。えそうで、そうあれだから、まひなさんの親族さんでした。えだその時は気づかなくて、そのまひなさんがなんか X に載せられてた写真で気づいた。お孫さんのこと大好きです。わ怖いから普通。えなんか今日、あ今日どこからいらしたんですかみたいな話とかをした気がする。いや多分したと思う、違うかな、いやそうだと思うんだけど。ルイさん結婚して NG 案件ですよ。いちごグッズ押し売りしなかった、そうしなかった結構いろんな人に押し売りするんですけど、あそこに立つと楽しくなっちゃって、さすがにしませんでした。ペットボトル、あそうなんだ、だから今度まひなさんに会ったらそれを言おうって思ってる。きよさんありがとう。お孫さんください、言いませんよ。ハゲッツさん愛するもんありがとう。ピザマンとピザマンでファミチキ、うわ天才やん本当に、だる、そんなんダメだと思う。えそうファミチキのやつ美味しいよね。高い靴180、靴が13センチぐらいあるってこと。こんばんは、スイカバー食べた、いいな、スイカバー、アイス食べたい、アイス食べよう、配信終わったら。昨日食べてはアイス、あのね食べたの、ピノ食べた。ファミチキ切り刻んで卵で閉じる、はい優勝ありがとうございます。ノブラーベイさんありがとう。夏ゴッティのゴール、イチゴだけどゴッティマリうん、マツさん結婚して契約違反なのでできません。現場でメモの動画だけ、そうなの、アカウントどういうことやね。優勝したね、カムカムさんありがとう。ドゥイさんありがとう。そうシミサラさんのあのねおじいちゃんにショールーム乗っ取られた事件、ちょっと本当に面白くて好き、びっくりだよね、どっちもびっくり、全員登場人物全員びっくりだよね、見てる人もびっくりだし、シミサラさんもびっくり、シミサラのおじい、シミサラさんのおじいちゃんもびっくり、もう全員びっくり
おもろすぎるよね。びっくりしたよね。だってさ、見てる人はさ、しめさらさんの配信を見てたらさ、しめさらさんのおじいちゃんが急に出てくる、来たわけでしょ。もうびっくりだし、しめさらさんも配信してたら急にさ、なんか何者かに乗っ取られてさ、びっくりだしさ、本当全員びっくりだよ。ラーメンにパンにお菓子、もう食べ過ぎ、うん、いっぱい食べて。本当にもうチームメイトのイベントで欲しい、もう欲しい、欲しいが多すぎて、もう欲しい欲しい。ゆきひらさんありがとう。うっかりゆいにやめてあげてください。もうあれは忘れて、忘れて。みんな天口会長早く行けばよかった。駅のスタバ、そうだからもう真日野さんに、もう言いたくて言いたくてたまらないけど、真日野さんに会わないから。マジでさ、本当に会わないんだよね。だからもうその間に言う、なんか忘れちゃいそう、言おうと思ってたことを。マリさんありがとう。いちごのピノ食べたいんだよね、あれ気になる。スーパーカップのブルーベリー、え、美味しいよね。ブルーベリーヨーグルト、マジ美味しい。てかなんかヨーグルト系のさアイスってなんかいいよね、美味しすぎ。普通のピノ、シャトレーゼのアイスじゃないんだ。いや、そんなあの貫いてないんですよ、その山梨を。シャトレーゼ広島なんかどこにあるのって感じ。まああるのは知ってるけど、行ったこともあるけど、 そこ以外知らない。食べたいチーズケーキ、いちごの。マッチさんありがとう。あとで買いに行く。うーんと、伊藤浩二さんありがとう。 DD なの。今日はコープ、冷やし中華いいね、夏だね。マリさん結婚して契約違反ならできません。マッチさんありがとう。 YouTube で見たけどね、本当にびっくりだよね。シャトレーゼと信玄餅しか興味ありません。それはもう山梨県の人物として認定します。私がこんばんは。雪見大福いいよね。私こたつで食べる雪見大福が一番好き。超絶可愛いゴッティ、ちょっと可愛くなくない？やさだけど契約に結婚禁止って書いてあるの。まあまあまあ、書いてあるよね多分。一番最初に書いてあって、あの第一項に書いてあった、結婚禁止って。まあ見せることはできないから、みんなに。そうそうね、ゆいな、書いてあったよね。第一項の第一項第一条に書いてあったよね。うん、しめさらさんのいつわかんない。でも昔よね。弁護さんありがとう。あ、見てたの実際に。謝罪の手紙みたいなの好き。なんか彼氏ではありませんみたいなやつ。保健室呼んでもらう。え、そうで、私はまひなさんの保健室も初回も聞いたし、なんか誰だったかな、あ、リネパンさんの回も聞いたし、私はちゃんと聞いてるんですよ。これはもう発表しておく、みんなに。ちゃんと聞いてるんですね。初回幽体離脱と金縛りをね、そう流してくださってて嬉しかった。相談しに行かなきゃ。なんだって、もう星になりすぎて。もう何、OKP さんありがとう。コーチのイベントでももちゃんさん見に行った。試験クエリにももちゃんのおばあちゃん、似てらしたってこと。こんばんは。パリパリ。山口は始発で行って、もう星気まずいちご。ユーニアママ乗っ取って配信、おかしいやろ。うん、アリさんありがとう。シャトレーゼのアイス、チョコバッキー、チョコバッキー、チョコミントマジで大好き。ブルーベリーヨーグルト美味しかった。アイス食べたいね。アイスは1日1個って決めないともうダメですよ、いっぱい食べちゃう。リディって言われたから慰めて。まさきさんありがとう。シャトレーゼのほうとう、え、シャトレーゼほうとう出したの。ちょっとこう見てみよう。広島のクレでシャトレーゼがお菓子のテーマの宿泊施設行きたい。クレってさ、市内からどんぐらいなんだろうね。ちょっと遠そうだけど行ってみた。どんぐらい？なんか私バスで行った。でも、でも朝から行った方がいいかも。昼からか。ああ、結構時間かかる系ね。うん、でも行く、クレでも場所によるおもこいの聖地とかは、船とか乗らないと行けない。船か。書いてなかったら
書いてあるので、のりさんありがとう。 LINE の交換禁止って書かれてたの？どういうことどういうこと、先輩方とみんなと。いい、その禁止だよ。なんかでも契約には書いてないけど、そのルールみたいな、また別ルール破るためにあるってことですか。リッツさんありがとう。そう、契約違反ですよ。ゴッティはユイニアンと、もう星だよ、かっこいい名言みたい。結婚はいつでもできるけど、アイドルは今しかできない。かっけえ。先生に個人面談、保健室死ぬ、個人面談でお願いします。待ってます、待ってます。文吾さんありがとう。ゆうなもそう、ゆうなもマジ無理って言ってる、言ってますから。ひよこか、ひよこ、そうアイドルなので。いいなに受けて、メール結婚してだから、もう全メンバー契約禁止、契約違反って書いてあるんですよ。1時間くらい、おお、3、40分、どっちや。クレでも行ってみたいんだよね、今度行こう。チョコミント好き、嬉しい。チョコミントさ、人によるじゃん、私チョコミント大好き人間だから。綺麗なのクレいいな、面と向かって話せるの、あわあわした。でもラジオ越しだったら、推しの、あの顔の赤さとかはあのバレないから大丈夫、セーフ。え、リンゴ飴のやつ、気になる。いちごミルク味、バスで行ったけど遠かった。福山遠いよね、見たら岩遠い、遠いんや。ガルル、ガールズルールだそうで、ルールを破るためにあるって話してた一期生さんがいた。お、一体誰の、ちょっと何って感じなんだけど、一期生じゃないよ、気まずいですよ。そうなんだ、遠いんだ、そのシャトレーゼのところ。いつでもできると思ってた結婚が今までできない。そう、いつでもできないですから。ナナさんに会いたいな、会いたいよ。なんか最近ココアさんにも会われてて、ナナさん、そう、ユミニンさんにも会われててるから、ちょっと嬉しくなっちゃった。キャプテンは断らないよ、あずみさん。でもみんな、そうやってみんなに OK してるんだよ。よく考えてごらん。しんしんしん、しんくんさんありがとう。チョコミントいいよね。ファミマね、ファミマめっちゃチョコミントあったの、この前見た。 3.75 さん、ヨガさんありがとう。こんばんは、マヒナさんね。マヒナさんが載せてた、マヒナさんの飼ってるジジちゃんがチュール食べる動画可愛すぎた。止められた、止めました。お兄さん STU のファンって言われた。すご、正解ですって感じ。幽体離脱の MV、 確かに、どうなんだろうね、監督さんどうなんだろう、はい、どうなんでしょうか、 AD さんね。確かに広島地味に大きい。チキちゃんと結婚するために、はんや、推しメンの好きだよは俺だけに言ってくれると思ってた。まあそうだよね。あ、これ以上はあんまり喋れないかな。うん、今日も公園行ったの、ペダル始まっちゃった。ファミマはね、なんか広島に来てから行かんけど、なんか学生時代はずっと通ってた。なんか学校の近くにあったから、学校帰りとかに寄りがち。浮気すると熱々な説教、なるほどね。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツは高いよ。 STI さんありがとう。 AD さん忘れてる、まあ、忙しいんやろうね。マックさん結婚してありがとう。あ、契約違反なんで無理です。そろそろランキング読もうかな。 AD さん頑張ってください。でもセブンを一番よく使うかな最近は。 OK、 じゃあランキング読めます。15位がリュウキケンさん、12位キヨさん、13位イケピさん、12位マックさん、11位トンさん、10位ノリさん、9位ユキヒラさん、8位クマさん、7位豊中のヒラさん、6位ブンゴさん、5位カズノリさん、4位ナノさん、3位ルースター、2位リチャーさん、1位ヨシコックくんさん。
ありがとう、ありがとうございました。今日はねレッスン終わりにも1回配信して、なんと地味に2回配信しました。ありがとう。明日何曜日だ？水曜日か。頑張りましょう。水曜日、水曜日ってね週の真ん中だからね大変ですけど頑張りましょうね。おやすみ。ありがとう、こちらこそありがとうございました。うん、そうレッスン終わりとかねゲリラでやっちゃうよね、みんながやってたら。通知見た？ありがとう、お疲れ様、お疲れ様、ありがとう、おやすみ。 X も投稿しましたのでよろしければ。おやすみ、バイバーイ、また明日。ゆいにゃ寝た？うん、寝てるわ。おやすみみんな。アイス食べる、アイス食べるんだ今から。アイス食べます。おやすみみんな。みんなもアイス食べたら教えてね、バイバーイ。あ、楽しいさん、ありがとう。アイス食べたいな。おやすみ。終わらない、終わらない、どうして終わらないんだ。カロリーいっぱい取ろう、アイス食べよう、みんな教えて、何のアイス食べたか。